するしない。どうも、ひなたいこです。今回も麻雀の MJ トンプー戦参戦したいと思います。では早速行ってみましょう。さあ、トンプー戦、あ、もう3人、はい、4人集まりました。早いあっという間に全員集まったね。よろしくお願いします。さあ、やってやりましょう。トンプー戦頑張ろう頑張ろう。トン1曲、ドラは3ピン、プレイヤーはなんちゃです。さあ、ドラが3ピン、ドラが1枚。プレイヤーの引きに期待しましょう。一メンツ、一体どんな戦いとなるのでしょうか。4シャンテン、あんまり良くない。日向、これで一歩だけど、この形が結構よく見えてしまっている。悪くないよ。ここはスルー。あ、いいですね、このヤンメン。これはね、インピンを切って、来ている。ペンチワンでも今の形のままならリーチを打ちますが、ソーズにくっついた場合は後継を残しましょう。これはね、目いっぱいに1回打って、ワンズが入るの、ソーズが入るの、ピンズが入るのみたいな感じでね、どこも逃さない。ドラドラ、これチートイツも見えるんですけど、まあ9から打っちゃおうかな。こうやって、こうするとパワー1が出た時にはポンしてのタイヤをドラドラだったり、まあ赤も入ってるんで、苦しい場になっています。タイヤは赤、赤ドラ、ここでも仕掛けない、他も見える。あ、これでいいですね。で、ここで仕掛けていく。ちょっとね、ウーピンがなくなっちゃいましたね。ってなったら、あの、さすがに泣きます。場を制する人物は3ピンか3層はどっちかも頭にはしなきゃいけないので、日向、あっという間にイシャンテン。今ね、ドラヒョウとウーピンのポンで4枚見えてる。ギャンウーピンが、おーおーおー、またもピンツ、これね、ピンツが高いんですよ。あー、これは打った、親に打っちゃいましたね。あ、でも本一ドラ1、まあまあまあ、5800点なら自分もね、マンガン級のインシャンテンですから、そんなに気にしない。ポンバ、ドラはローピン、プレイヤーはなんちゃです。怖かったね。最初にゴッパで済んでよかった。どうでしょうか。後輩パイ、これはすごいいい手ですね。ここからどう打ち回していくのでしょうか。問題は何を引くかですね。つもぎり。さあ、この牌にここはスルー。ね、泣かない、この手は泣かないです。3ピン入った、嬉しい。3色と1通といろいろあるんですけど、今回はこうやってみようと思います。 G1 のくっつきが一番なんか形としてはいいんですけど、ちょっとね、3色とドラの方の引きは逃したくない。ちょっと欲張りスタイル、自然に行くならパーソーかパーピンの方がいいかなって感じです。スーピン、こう打ちましょうか。次のね、ウーピン引きはすごく偉いので、一つ決めとかなきゃいけないのが、さあ、この牌はどうする。カウンピン待ちになった時にどうするかですね。微妙だな、どうしようかな。あ、ローソーポン、ここちょっとこれ3色も厳しくなってきた。ここでも仕掛けない。バスを切っちゃいますね。もうローソーが神茶、またもソーズを仕掛けた。出会えなくなったと思ったらバーソーも泣かれる、泣かれる。リーチ入る。ここでリーチ。危険牌しかない。プレイヤーがここで勝負に出るのか注目しましょう。果たしてここから追いつけるのでしょうか。今ね、Q1 通ったんでスライドします。とりあえずね、一発避けれたんで、ピンズ引いたら勝負いきます。各茶どのように打ち回していくのか。ああ、かけリーチ。プレイヤーがここで勝負に出るのか注目しましょう。いきます。カンチーピンでいこうと思います。追いかけリーチ3件目。おー、いつもられたよリーチ棒の無駄遣い。これは強烈なつも上がり。これはうまく打たれてしまいましたね。あ、
ドラドラチーピンだって。リーズもガイアをチートイドラハネマン、いや、羽マンが羽マン積もられました。これはね、ラス目ですね、完全に。放獣してからの3000-6000積もられ。プレイヤーは親です。いや、親番が頑張りましょう。現在のトップは下茶です。サンシャンテン、ここはトップからの直撃を狙いたいですね。手は悪くない。一体どんな結末となるのでしょうか。から行きましょう。泣きは したくないんでね、この手。できれば自力で仕上げたい。重苦しい場になっています。パーピンあたりシュッと、ね、入れば嬉しいんですけど。あー、数装引きは残しましょうか。ひなた、あっという間にイーシャンテン。イーシャンテンですけど、あんまり形が良くない。場は膠着状態。ちょっとパーピンの受け入れさよならします。こうするとウーワンと数装の変化で両面の天敗が組めるかも。いや、これは残しましょうね。ウーソー引いた時のね、単品ドライチ高めイーペーコーは嬉しい。一番最初に仕掛けるのは誰か。赤ウソ濃い吐く目いっぱいにね、したまま先切りはしません。一体どんなドラマが待ち受けているのか。さあ、この範囲、ここはスルー。あー、パーピンが先か。でも今全然痛くない。ちょっと痛いけど別に悔しくはないけど、各茶相手の出方を思い通りに今ね行ってませんね。で、そう、今回みんながね、ここちょっと濃い捨て牌だったから早かったですね、リーチまでが。果たしてここから追いつけるのでしょうか。これね、E ピンも別に通ってないんですけど攻めます。ラス目の親で頑張りどころかなっていう判断。で、ウーソーがもし出ることがあれば泣いちゃいますけど、リャンオピンでも泣くかな。泣いてもいいかな。自力でね、仕上げるには。あ、これではもう追いかけます。中筋追っかけリーチ。これ中筋当たりましたね。まあ天敗なのでしょうがないと思って次に行きます。やばい、飛びます。これもうちょっとで私プレイヤーはペーチャです。4着はね、確かね、ビンゴね、1個も引けないんじゃなかったかな。3着なら引けるんですよね。人がラス目なのに。場が重い空気に包まれています。いや、1個上が結構厳しくて17600点も離れて。でもちょっと高み目指していきますね。あっという間にイーシャンテンだけど、ピンフのイーシャンテンであんまり嬉しくない。なのでこの3品は残したいと思います。 1,2,3 の3色見ます。一番最初に仕掛けたこの範囲に。でもう一個問題が、ローソーがドラなので引いた時にまたちょっとどういう風にしようかなって今模索してます。重苦しい場になっています。先にくっついてほしい。リャンピンとかイーピンとか。場は膠着状態。でも数ピンでもいいかな。結構ね、つも切りが多いですね。各茶どんな最終形を思い描いているのか。なんでこれは天敗を取りません。手代わりも見ます。各茶どのように打ち回していくのか。さあ、持ってきた。いや、これはね、シャンポンはね、微妙なんですよ。だからどっちか切ろうかな。こう打ちます。これでドラを引いても面ピンドラ1のリーチを打てるし、ミサシの3色も見えるということですけど、守備力はゼロ。下茶、ここはで守ってる場合じゃないんでね、もうね。
結構追い詰められてる親もないし。さあこの牌はここも我慢。3番はでも切りましょうか。場に緊張感が漂っています。いやこれはないわ。ちょっと全然納得いかない。パッソー山にいそうなんですけど、リーチのみのためにやってきたんじゃない。白いらない。少し場が落ち着いてきたか。先輩取らずが一生インシャンテンかもしれないですね。ここは仕掛けるか。ここでも仕掛けない。これはリーチかな。ちょっと振り点ですけど、高めがローソーで燃費いつもドライ1。このまま静かに場が進行していくのか。積もった。これは熱い。燃費一発もドライ1。裏1乗れ。裏1、お見事。裏乗ってくれ、お願いだ。ありませんでした。ハネマンにならずですが、この8000は熱い。これで着順アップが見えますね。ドラは三蔵、プレイヤーはシャーチャです。この試合もいよいよオーラスとなりました。日向、最後に見せ場を作れるか。ここは頑張ってほしい。さあ、マンガンを作れば3着にはなれるし、マンツモで2着になれますね。ということで染めます。これは面本チーというか、あのドラ色の本一で薬灰統一とかでもしなければ満貫にはなるので、目標は本一で、このピンツも切っちゃいますね。今リアムはできたけど、ダーローはハツが出る。もうこれでハツがないんだ。重苦しい場になっています。で一応見とかなきゃいけないのが、チートイツだけは 見た方がいいですね。チートイのチートイドラドラとか赤とかの手順は残した方がいいけど、いやどうするよ。こうかな。もうちょっと私本一好きなんだよな。チートイシャンテンだけどドラ短期で行く、行っちゃうか。ドラ短期にしかならないもんねこれ。赤もねある手だけど、ドラドラ積もってね、ハネマンはあるからな。チートイツでもさあこの牌ここはスルー。いやね、いつ泣かないよね。いやー選択ちょっとこうしますね。シャー切り、今場に1枚切れのシャー。正直悩んでます。少し場が落ち着いてきたか。チートイツにするか、構図に行くか。各茶どのように打ち回していくのか結構悩んでます。イーソーが場に1枚、他のね相手の出方を伺っているのか。あーこのチュンとかもいるでしょ。染めるのやめます。チートイツと真珠今決めました。今2枚切れのチュンを残しダウンソーしました。場に緊張感が漂っています。ほら来た。これもうでもね、これはねドラ待ちにしなきゃいけないので、チュンを切っての3走ドラ待ちでリーチ打ちます。これね積もったらかっ、あー追っかけリーチだー。わーいわーい。果たしてこのリーチ合戦を制するか。何点ですか。お姉さんだかお兄さんだか。これはうまく打たれてしまいましたね。あーその横移動は変わらない。ドラ、はい、さあというわけで今回4着でした。マンガンはガチャガチャできないの。いやーマジちょっと楽しかったんですけど、結果はラスということで。さあということで今回は4着そしてラスですね。ラスで何にも満貫級がないので
ゼロ。1回ぐらい良くないですか。はい、というわけで4着は4着、潔く負けを認めたいと思います。これは今回はお預け。大丈夫かな。あと5回、3回ぐらいは回せるか、さすがに。さあ、というわけで最後は今痛かったね、羽マンツ手作ったんですけど上がりきれずということで、楽しいんですがラスなので今回は何もこれなくもう終了のお知らせです。はい、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。では皆さん、次はトップ取るぞ。バイバーイ。